だからね、やっぱ外部配信ツールが問題だと思うんだよな。箔つかないでしょ。多分問題ないね。どうでしょう。大丈夫でしょう。やっぱ外部配信ツールに不具合だね。これでいくか、じゃあ今日は。髪の毛切らないと。お、相手もありがとう、月見ちゃん。2倍ウサギありがとう。髪の毛も切ろうかな、どうしよう。髪の毛短くしようか迷ってんだよね。伸ばし、このまま伸ばしてみようか。どうしよう。ちょっとこの辺がもふってきたね。どうしようかな。伸ばしてみようかな。短い方がいい？切ってくるか、じゃあ。切る。美容室行くか。スキンヘッドは嫌だ。何回もやってるけど。ファンが減る。ポイント2倍になってますね。なんか当たりがたまに出るんですよね。この辺がもふるのが嫌なんだよな。ゲイっぽい。はい、ワード2。おお、花火ありがとう。花火ありがとう。いつもありがとう、ゾウザクさん。悪魔の、なんて読むんだろう。悪魔のティガーさんかな。悪魔のティガーさんいらっしゃい。お疲れ様です。この辺がうざいよな、ほんと。タイガーか、ごめん。悪魔のタイガーさんね。了解です。タイガーさん。ごめんね、俺がアホだから。髪切ろうか。伸びたよね。おい、カスピンさん、こんばんは。どうも。いや、すいません。いや、僕が教養がないだけなんで、本当に。ワドチュンが約束守ってるの伝わってきたよ。ワドチュンが減らってるの見たくなくなったり、自分がイライラするようになっちゃった。でしょ？言った通りでしょ、俺の。だって、ニコ生で散々それをやってきてさ、散々それをやってきて、コミュ爆破を繰り返して減らって盛り上がるけど、アンチが増えて、で、囲いさんもイライラし始めて、で、花火も上がんなくなって疑心暗鬼になって崩壊するっていうプロセスを何回も経てるから意味ないよって言ったんだけどね。まんまそうなったよね。だからね、良くなかったですよ、やっぱり。アンチは即風呂が一番いい。アンチと仲良くなるとか手玉に取るとか言ってる人ほど配信を分かってない人なんだよ。だから俺は自分らしくやるよ、普通に。
あ、そうなんだ。ドイツ風だとティガーなんだ。ドイツだとティガー。要はね、やっぱね、ラジコンにしたいっていう欲求があるんだよ、人間には。自分の思い通りにしたいっていうか。だから配信に関してはさ、リスナーさんより絶対キャリアあるからさ、そこは信頼してもらいたいんだよね。ん？なんだろう。ちょっと待ってね。あ、これか。このボタンが。そう。サムネイル新しいの作りたいんだよな。そろそろサムネ更新の時期かなと思って。サムネバージョンアップさせる。調子悪いつみきちゃん、マジで。こっち側は大丈夫になったね、ようやく。多分つみきちゃんの家の Wi-Fi だと思う。画質下げてみて、画質設定。画質悪いのは、パソコン配信が今できなくなっちゃってるから、携帯配信だからですね、申し訳ない。アンチ多いけど、ブロック入れてくから安心していいよ。アンチと付き合っても何のメリットもないんだよ。そう。なんでかっていうと、俺がね、そういうタイプの配信者な、アンチの米さばきがやっぱ下手なんだよ。単純に。で、苦手な部分はね、やっぱ切り捨てた方がいいっていうのが俺の考え方。得意な部分伸ばしていけばいいんだよ、人間は。だから今後はまったりやってきますよ。な、毎日毎日神回求められてもどうしようもないかんね。どんな配信者だよな、毎日毎日神回起こすって。私はね、釈迦って言って文鳥さんだけど、今寝てるかな。文鳥の釈迦ですね。ちょっともうカーテン閉めるね。あとお休み。お休み。ゆっくり寝な。鳥はね、暗くなると寝る習性があるんですよ。だから僕が暗く今カーテンしてあげて、もう、真っ暗になるとストンって寝るんですね。鳥は。明るいと起きちゃうんです。鳥の習性です。眉毛ももう生えてきたよ。恋愛って面白いか？俺は恋愛好きですよ。恋愛大好きですね。まあ、のんちゃんがいるからね、幸せですよ、僕は。今日はプロのハッカーみたい。バレた。バレた。そうです。僕がプロです。何のプロだ。モロさんいらっしゃい。おお、久しぶりだ、モロさん。どうもどうも。
とんでもないです。親切だなんて。とんでもないです。音楽はだから、携帯配信だよ。さっき説明したじゃねえかよ。携帯配信だよ。画質も音声もないよ。エコーもないよ。2回データしたけど、絶賛ネガティブになってる。なんで？ん？カスピンは男性？女性？ 2 回デートか。2回デート？うまくいかなかったのかな？え、それはお付き合いを前提としたデートなのかな？付き合ってる人とデートか、付き合ってない人とデートなのか。うん。デートって難しいですよね。はい、ゴミ箱さんいらっしゃい。ラグナシン視聴チェックすると動画が最悪になる。これ最悪だね、このベータ版ね。これ最悪、本当に。これのせいで不具合出まくってんだもん、今日。よくないですよ、この機能。最悪。今日のご飯美味しかったな。恋愛裏山だよね。いや、数はね、いや、数は旦那さんいるから、いや、幸せの絶頂期でしょ。コピさんはね、パートナーいるかどうかわかんない。男性、マチコンアプリで知り合って出会いました。なるほど。じゃあ、お付き合い前提じゃないか。様子見って感じか。あのね、じゃあ、一つ、あの、おいくつの方かわかんないんですけど、もしかしたらね、差し出がましいかもしれないけど、あのね、恋愛は失敗した方が面白いっすよ。傷ついてください。僕はもう本当、過去の女性に謝らないといけないこといっぱいあるんで、傷ついた方がいい人と出会いますよ。あの、強くなってください。転ばないと、傷を負わないと、人間はバカなんでわからないですよ。傷を負って生きていきましょう。失敗はね、したくないのは無理ですよ。失敗しないというのは何もしないのと一緒なんで、失敗したくない人は家で寝てれば大丈夫です。運営は何も映らないからラグがないと言いたいのだろうか。あ、うまいね。ラグなんてないよって。何も映ってないんだからって。新しいベータ版だよ。新機能。画像を映さない。出会い系で彼氏持ちと出会うことがあるのですが、よくわかりません。浮気したいんじゃないの？多分。まあまあ、いいんじゃない？恋愛はね、自由だし、いろんな形があると思うんで。なんか正解ってないと思うの。恋愛に関しては。ね、いろんな人がいて、噛み合うかどうかだけだから。で、素敵な人はいつか出会いますよ。自分にぴったりの人が、かわいいなって思う人、いますよ。なるほど。これからどうしようか、臆病になってます。ああ、なんとなくありがとうございます。なんとなく花火投げるって素敵ですね。りょうさん、ありがとう。ほい。ありがとうございます。旦那いるけど、やっぱ恋愛は良かった。ドキドキ感ないんだな。いや、あのね、カズね、それはね、ダメだよ。あのね、違うよ。俺だってのんちゃんにドキドキ今しないよ。だけど、その、なんだろう。居心地の良さってあるじゃないか。だから、恋人から家族になったんだよ。で、その家族は大事だよ。家族に、だってお母さんのご飯食べるのにドキドキしてたらどうしようもないでしょ。妹お風呂入ってるわー、つって、ドク、ドク、つって。弟が宿題やってるわー、つって。おばあちゃんが、庭で洗濯物干してるわっつって一回一回ドキドキできないでしょ？お父さん新聞読んでるドクドクってならないでしょ？だからそれが普通なんだよ。コントでしょ？それ。のんちゃんと結婚するつもりないんですか？結婚願望あんまないんですけど、別にのんちゃんが求めるなら、全然してもいいですよ。
ただ僕と結婚してもリスクしかないんで、のんちゃん損しかしないんで。まあまあ、するべき時が来たらしますし、しなくてもいいんだったらしないです。あんまりその結婚したいとかないですね。だって俺、頭いいんだよ、俺って。結婚って何のためにするか知ってます？皆さん。意外とね、結婚制度を理解してない人いっぱいいるんだよ。結婚ってみんなが思ってるようなことじゃないですよ。結婚制度って何をすることか知ってます？皆さん。言える人いないでしょ？俺は頭いいから調べたんだ。結婚制度っていうのはどういうことかっていうと、まあ、契約なんだけれども、扶養義務を負うこと。要は、のんちゃんは俺が何かあった時に養わなきゃいけないし、俺はのんちゃんに何かあった時に養わないといけない。お互いの扶養義務ね。と、財産の相続権の話。要は、俺が死んだ時、俺が財産か負債かを持ってたら、のんちゃんに譲る。のんちゃんも逆。ただこれだけなんだよ。知ってた？知ってた？この二つしか制約がないの。だから、あなたの、これ結婚っていうのは契約であって、あなたのことをお互いに養い合いましょうねっていうことと、財産を、負債と財産を譲り受けましょうねっていうだけなの。知らなかったでしょ？あのね、知らないことが嫌なんですよ、僕。全然ロマンチックじゃないでしょ？俺別にのんちゃんが困ったら、その法律で縛らなくてものんちゃんに飯食わせるし。多分俺が困ってた時、のんちゃんずっと助けてくれてたから、リスナーさんの時、俺信頼感があるし。例えば、俺飯食えなくなったらっていう話たまにすんの、のんちゃんとプライベートで。そしたら、和道さん私働くから安心してって言ってくれんの。だから、婚約関係にあるのよ。寂しいでしょ？あのね、覚えといて、のんちゃんと僕には子供はできません。覚えといてください。覚えといてください。結婚ってイメージだけが前に出てるんですね。だから、本来の意味合いは、なんか好きな人とずっと結ばれる的なことは結婚じゃなくて、浮気しないためなんですよ。要は、契約なんですね。結婚っていうのは。だから、子供ができたりした時に浮気して、どっちにつくのって揉めたりした時の手段の一つでしかないのよ。だけど、信頼関係があれば結婚する必要ないんですよ。おい、南波さん、ワドツー、いらっしゃい。最近放送頑張ってるね、南波さん。子供できなくてもいろいろなやり方あるよ。いろいろなやり方？どういうこと？いらっしゃい。楽しんでってください。元カノの彼に、元カノの彼。元カノの彼、元彼女の今の彼氏かな、に PC をハッキングされたんですけど、どうしたらいいでしょうか？本気で悩んでます。それ、PC ハッキングされたっていうのはどうして分かったんですか？ PC ハッキングって結構すごいっすよ。で、ハッキングされたっていうのは確定したの、どういう状況なんですか？浮気したらな、テポドンを頭から落とすぞって言い聞かせる。すげえな。まあまあ、浮気したら、要は、お金をぶんどれるっていう契約をするんですよ。付き合うってどういうことだと思いますか？ああ、いい質問だな。普遍的な答えじゃなくて、世間一般的な答えじゃなくて、僕の答え言いますよ。体外受精とかは無理です、僕らは。悪魔の、ティガーさん、ありがとうね、アドバイス。子供はできないっていうことを覚えておいてください。あんまり話したくない内容なんで、察していただけると。付き合うってどういうことだと思いますか？その人と一緒に生きていくことだと僕は思います。パスワードをすべて書き換えられた。それも警察でしょ？多分。本当にそれで犯人が特定できてそれしかないっていうんだったら、警察に行くべきだと思います。マジで。マジの話。で、
銀行とか、その重要なところにちゃんと連絡をして封鎖をしておかないとやばくいいんじゃないかな。俺だったらすぐ動くけど。それやばくない？結構危なくないですか？業者性が、書類出した。それしかないと思う。いや、怖いよね。なんでハッキングされたんだろうね。申し訳ないね。させていただけると嬉しいです。デリケートなんでね。20日、72分、72分。大体特定したんですが、眠れません。怖いっすね。プロバイダー変えちゃえばいいんじゃないの？プロバイダー。いや、ハッキングっていうか、俺の場合、知ってた？みんな、ハッキングってさ、プログラムを注入して、なんか外部からインターネットをプログラムでやると思ってるでしょ？ ほとんどのハッキング事件って、自宅に行って USB とかでウイルス入れてとか、物理的にやるらしいよ。知ってた？みんなのイメージとちょっと違うんだよね。やっぱりね、身近な人に直接コンタクトを取ってやることの方が多いんだよ、ハッキングって。もちろんその外部からハッキングすることも可能なんだけど。実はハッキング事件で判明してるのは、なんかパソコン 会社に乗り込んで不法侵入して直接やっちゃうみたいなことの方が多いんだって。Gmail 特定だけでもハッキングできる。へえ、そう。いやいやいや、しょうがないじゃないですか。パソコン配信できないんで。たまにはこういう放送もありますよ。だから、のんちゃんが俺が寝てる間にパスワード解除して携帯電話を見るのはハッキングですよ。ハッキング。ハッカー、のんちゃんはハッカーですから。でもね、面白いよ。たまにさ、フワッチがプツプツの時あるじゃん、今日みたいな日。で、俺本気で考えるの。アンチがドス攻撃やってんじゃねえかなって。ニコ生の癖で、もう、疑り深くなっちゃうね。ワドツー、コブさんありがとう。アイテムありがとう。で、のんちゃんに言うの、ドス攻撃受けてるのかな、のんちゃんって言うとね。のんちゃん笑いながらね。ワドさん、今の時代ドス攻撃やる人なんかいないよって。そうだな、つって。F5 連打するわけないじゃんっつって。ドス攻撃なんかやってる人今いないよっつって。そうだなっつって。アダルトサイトからウイルス感染あるあるある。あるよ。全然あるよ。トレさんは女はパンツを汚すしか能がないって言ってます。すごく嫌です。最低な発言だね。もうね、ほんとね、女に関してはね、あの人ね、もう発言しない方がいいよ。本当に。本当に、これ本気で、女に関して発言をしなければ、すごくいい人なのに、女で全部ダメにしてんの。もうね、本当ね、あの人、女の話しない方がいいんだよな、本当。女とセックスの話すると、本当しょうもないかんね。ダメだよな、どれは。どれはしょうもないね。結果を考えない輩が多いですね。法を読まずに。だからパソコンハッキングされるのは確かに嫌だよな。パスワード書き換えられるのはな。怖いよね。だから IP、プロバイダー解約して IP 変えちゃうのと、まあ、パソコン新しく買い替えるっていうのがいいんじゃないのかな。頑張ります。フットサル。よろしくお願いします。ちょっとね、テレチャンピンチームだったんだけど、なんか、ミュウツーが参戦するらしくて、その諸事情の関係で、僕、新野鳥チームになりました。よろしくお願いします。23日だよね。もし、リア凸したい人がいたら、リア凸来てください。よろしくお願いします。っていうか、なんか、
俺、場所の住所とか送られてこないんだよね。行くっつうか、まあ、いや、来いって言われた。テルに。あかんで、来いや、って言われたから、行くわ、っつって。来るやろ、来いや、って言われた。深夜とチーム、っていうか、チームの割り振り聞いてないんだけど、誰が出んの？鮫島さん？深夜っちょ？ドレさん？テル？俺？あと誰？荒野？ミュウツー？あと誰？結構多いよね、今回。ああ、面白いね。どうやって足跡？ああ、なるほど、なるほど。リア凸 OK なんでね。珍しいですよ。飛蚊症持ってますか？飛蚊症は持ってないと思うけど、どうして？持ってるかなと思ったことはある。飛蚊症。あ、クマンリュウとアキラッポも来るんだ。地方勢来るね。クモンリュウとアキラッパか。ドレさんはちなみにどっちチームなんだろう。ドレさんと鮫島さんがどっちチームか知りたいかな。来ればいいじゃん。夕方5時集合だってよ。で、観客席あるから、結構リスナーさん3、40人集まるよ。前回3、40人だったが、今回100人くらい来んじゃないの。めちゃめちゃ人集まるよ。子供とかもいっぱい来んだよ。ていうか、介抱な、こういう時に来ないといけないのにさ、ペニーと食事とか、誰も求めてないじゃん。ペニーと一緒に来いよって話だよね。どれさん、キーパー？キーパーは別に自由に入れ替えてやってるよ。ていうか、ドレさんは多分なんか、そんなに本意気でやらないと思うけど。まあ、たくさん来るだろうね。ステッカー売ろう。声かけられたらステッカー買ってくださいってよ。え？ドレはテルチャンピンチーム。鮫島出るって書いてない。え？鮫島さん出ないの？あ、そうなんだ。そうだよね。そこセンスなんだよね。ペニーさんもそれ言ってあげないダメなんだよ。そう、食事会とかリスナーが求めてることやんないといけないわけだから、観客席にペニーさんと海宝は来なきゃダメだよね。顔売らないといけない時期なのにアホすぎるでしょ。鮫島さん会いたい人多いよね。鮫島さん出ないんだ。スポーツウェア持ってないんだよな。ジャージ新しいの買おうかな。あさってだよ。あさっては休みじゃないの。カズ。来れば。旦那さんと。でもね、なんかね、なんか、なんだかわかんないけど、普通の試合普通にやればいいのに、なんだかわかんない茶番のミニゲームがいっぱいあるんだよね。ボール乗り対決みたいな。で、リスナーが、早く試合やれ、早くやれ、早くやれって前回はやってて、俺も、ちょっと早くやんねえかな、みたいな。なんか、じゃあ次、フリーキック対決みたいなの始まるんだよ。そうなんだよね。あれいらないよね。で、あれいらないってミーティングでなってるのに、新野庁ミーティングの時に、いや、あれはいるやろ、つって。なんか新野庁のこだわりなの。なんか、ああいうミニコーナーがリスナーの心つかむねん、みたいな。みんなそうかな？みたいな。いや、そうかな？みたいな。見た？あれ、だから、撲殺されてると思いません？俺、あれの試合を見たとき、撲殺されてると思ったんですよね。新野庁こだわりなんだよな。ミニゲーム。もっと企画考えなきゃってなってたから、多分増えるよ。試合が見たいんじゃないのか、みたいな。あ、そうなんだ。乗り気じゃないか。まあ、そりゃそうだよね。旦那さん放送見ないから。そりゃそうだろ。まあまあ、放送で楽しんでよ。かつ、花火ありがとう。
前の枠はポンスケが一人で頑張ってた。いや、あれはね、ポンスケ一人で頑張ってたってなってるけど、俺はそういう風に捉えてない。正直言うと、ポンスケが一人で頑張ることは配信者だから誰でもできるの。ただ回しをやってたのが新八丁だけだったのね。あれはポンスケさんがその前に出ようとしてただけ。周りはあれはやりづらい。だから頑張ってるように見えてるけど、実は周りの配信者潰してる行為なのね。だから頑張ってたのは新八丁ですよ、あれ。同業から見ると。あれはやりづらい。絡みづらい。普通に出番は出番で回していくのが、俺は普通だと思ってんの。こっちに振ったり、こっちに振ったり、ずっとカメラの前に張り付いて、それは自爆でやれって思った。あれは、もっと内藤竜介くんを出して方が、俺は絶対良かったと思う。あれは頑張ったとは思ってない。あれは、ちょっと、駆け出しっぽい動きだった。それが俺の感想かな。むしろ、テルとか、ね、内藤竜介くんとかをもっといじってあげた方が、番組としてファンは喜んだんじゃないのかなっていうの感想。だから、それを気づいて、新八丁はいろんな人に回してたよね。前に出ればいいって問題じゃない。ミニゲームねえ、ミニゲームファンも求めてんのかな、あれ。でもそこも見どころだよね。このミニゲーム何なんだっていう。ミニゲーム少しでいいと思うんだよな。それこそ1個2個とかでいいと思うんだけど。でも新やつはミニゲームにすごい力入れてるから。あれは俺は結構好きだよ。新八丁の謎のこだわり。あとポイントが適当なのも面白かったよな。めちゃめちゃ適当だったよ。ポイントの採点の付け方が。なんか適当だったよね。最初1ポイントとか2ポイントだったのに、最後の方5000ポイントとかになって、何だったんだよみたいな。なんでこんな点数バラバラなんだみたいな。バラエティーでよくある展開だった。 バラエティっぽい感じを出したいんだろうね、やつは。今回も新やつのみ。まあまあ、そうでしょう。まあ、そうだと思うよ。あと、座談会がね、あるからね、ゆいがさんの座談会が。新やつとテレの企画、座談会。今のところ企画のスケジュールはその二つか。ゆいがさんの座談会楽しみなんだよな。どうなるんだろう。メンバーもよくわかんないし。ドレさんと俺だけ？ドレさん、俺、ユイガさん。あと誰が決まってんだろう。メンバーがわかんねえな。座談会がいつかは、ツイッターで発表します。ごめんなさい。相変わらず、アンチ妨害されるのを、前回の反省を学んでますので、もう少し告知をお待ちください。はい。わかんないし、鹿野リュウキさんの座談会。
俺、あれ、リアトされて、だいぶ滑っ、リアトしてだいぶ滑ったかんな。香川さんに救われたかんな。あれ、ニコバーでやってたよね。最近タバコ吸いすぎかな、心臓が痛いんだよね、ちょっと。サッカーね、ぜひリアトツで見に来る人は、ぜひぜひ見に来てください。そしてステッカーをたんまり買ってください。ステッカーをたんまり買ってください。よろしくお願いします。ステッカー芸人なんで、在庫を抱えているんで、よろしくお願いします。配信会って新人配信者出にくい状態なんでしょうか？それとも新人配信者に力がないだけなんでしょうか？いや、理屈的に、古い人ほど固定のファンを抱えてるから目立ちやすくなってるっていう、先行者利益っていうのね。先行者利益。早くやってる人ほど、古くやってる人ほど有利っていう理屈です。力のある人はゆっくり伸びてきます。だからね、古い順に有名ですよ。古い順に閲覧がある。ただそれだけです。それね、さっき YouTube ライブでも語ったんだけど、金梅さんは2チャンネルの有名コテハンだし、ブログでもすごい閲覧あったし、深夜茶も実は配信者やる前、有名ブロガーだったのね。そう、トップ取るような。だからそういうファンを抱えた状態で始めてるから強い。まあもちろん面白いのもあるけどね。面白いのは最低条件かな。力を持ってるっていう。キャリアが一番重要っすね。うん。だから、なんか言われんの。和道さん羨ましいっす。配信で食えて。いいっすね。俺5年目だぞ。5年もやってんだぞ。だから言うの。3年間無給で、給料なしで、毎日毎日10時間以上配信やってたら君もなれるよって。できるって、やりたくないっすって、じゃあ諦めなって。食えるようになったのここ1年ぐらいだよって。あんま羨ましくないっすって。でしょ、そんな甘い世界じゃないよって。いや、食えない時期つらかったけど楽しかったね。うん、まあ、食えるようになってからも辛いけどね。今度はプレッシャーが全然違うのよ。食えるようになってからも辛いし、食えない時期も辛いし。両方とも辛いっすよ。電話で落ちてた。帰り。タイガーさん。うんちゃんが響き書いてる。すやすやなってる。のんちゃんがさ、さっきさ、手にさ、なんか、コブができちゃったのね。なんか知んないけど、病気で。和道さん、軟骨ができた。大丈夫？和道さん、軟骨ができたよ。痛いの？病院行く？いや、違うの、和道さん。
軟骨ができたって言うから、よくわかんねえなと思って、薬塗った？塗った？ワトさん見て軟骨触ってっていう。もしかして、のんちゃん、軟骨自慢したいの？つって、えへーって笑って出た。変なことやね。軟骨ができた、できたっつったから、なんかかぶれてたから、ボコってできてたから、なんか痛いからどうにかしてってことだと俺は思ってたんだけど、違うのね。軟骨ができたから嬉しくてずっと自慢してたんだよね、俺。いへーっつって。なんだそれと思って。かわいいでしょ。今、すやすや寝てるから。よくわかんねえわ、つって。手に軟骨ができたの意味がわかんねえわ。かわいい。最近ね、俺がね、毎日毎日出かけよう、のんちゃん遊び行こうって言うとね、のんちゃんはおばあちゃんだから無理だとか言って。おばあちゃんは外に出れないんだよ、和道さんとか言ってね、なんか開き直ってんだよ、最近。のんちゃんは和道さんが思ってるよりおばあちゃんだからとか言って。年上なのを逆手に取ってるから、出かけたくないから。だってババアだもんとか言って。使っていいですかね。いや、自分で言うのは卑怯でしょ。私、のんちゃん、ババアだもん。今日何時に起きたっけ？今日何時に起きたんだ俺。ダメなの？いや、ダメではないけど、その言い訳は卑怯だろうって思う。俺はもうお尻に根が生えたから動けないって言われます。そういう時は違うだろ、このハゲって言って叩き起こす。ありとあらゆる言い訳をして外から出ようとしないかんね、のんちゃんは。運動したいな。スケボーやりに行くか。スケボーやりに行こう。スケボーやりに行くか。このハゲーっつってね。スケボーやり行こう。スケボーやり行くぞ。Wi-Fi 繋いでんのか。
ふんちゃん、ちょっとスケボーやってくるか。今から。怪我に注意。荷物が多いな。行かないで。なんか砂嵐。映像見えてない？赤と黒と白しかつけないっす、僕は。砂嵐になってる。ちょっと待ってね。音は聞こえてる？バグってちゃったか。荷物が多いね。音は来てる？大丈夫。ちょっと待って、ね、移動するから。人がいないところに行く。公園でやった方が絶対音通る少ねえのにな。映像が砂嵐になるってすげえな。チックタックね、練習中でまだできないですね。映像まだ復活しない？映像復活しないですか？ダメ。映像。NASA からの映像みたい。じゃあ一回枠取り直します。一回枠取り直します。疲れい。
なったりならなかったり。へえ。何のバグなんだろう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。